ツルキツネのボタン、は、金宝ゲか金宝ゲ属の多年層。茎が水しちを這う、やや繊細な多年層。茎は、長さ15から40センチメートルになり、細く、はじめは直立するが花子に地上を這うようになる。無毛か、まばらに、ふ毛があり、節から発根し、基部は、前年の傭兵が枯れて、繊維状になったものに覆われる。根室用は1から3個。 洋身は、人縁形、長さ1.5から4トル、幅2から6トル、両面は、無毛はまばらに、復毛が生える。三神列から三前列し、小葉は卵型で、幅2から5ト、mm、ルの荒い巨子がある。洋兵は、長さ3から1 0トルになり、無毛か復毛があるか、時に開け出毛がある。形容は三前列から三神列し、洋兵がある。 火器は5から8月。計0.7から1.2センチメートルの線王色の花が単なし、溶液から出て形容に耐性する。花柄は長さ1から2センチメートルあり、まばらに副毛がある。学辺は5個、強大円型で、長さ4から5ミリメートル、幅1から2ミリメートル、船型で、背面に副毛があり、反曲する。花弁は5個、で、 長さ5から6ミリメートル、幅3ミリメートル、密線は計0.5ミ、mm、リメートルで、コップ状になり、計1ミリメートルになる付属体がある。薬は長さ1ミリメートルになる楕円型で、花糸は広がる。果実は休憩の集合下で、計8ミリメートルになり、硬くにけはない。痩せかは卵型で、長さ三ミリメートル、扁平で無毛で平滑、周囲に縁取りがあり。 口しは長さ1ミリメートルあり、緩やかに針状に曲がる。日本固有種。本州の青森県から長野県、山梨県に分布し、火力林に沿った水の流れや、地上の縁などの水湿地に生育する。環境省の絶滅危惧種にはなっていないが、比較的希少な種である。なお、2016年に刊行された海底審判日本の野生植物ににおいては、 植物学者の門田雄一は、道書において本種は北海道にも分布するとしたが、門田雄一において北海道には分布しない本州固有の植物と訂正した。和名、鶴狐のボタンは鶴狐のボタンの意。種小名、箱電子スは八甲田さんのの意味。タイプ標本は八甲田山で採集されたもの。ありがとうございます。